秋山ひとしは日本のプロレスラー。全日本プロレス所属、及び2020年7月から同年末までの予定で DDT プロレスリングにレンタル遺跡で所属。本名、秋山淳。大阪府泉市出身。本名名義で有限会社秋山、インターナショナルコミュニケーションの代表取締役社長を務める。2014年に全日本プロレスの運営会社として、 設立されたオールジャパンプロレスリングの代表取締役社長、取締役、ゼネラルマネージャーを歴任したが、2020年1月をもって職位から外れている。なお、プロレスリングのアニ席以前の全日本時代は、リングネーム、ひとしの下部にある、銃の右下に、をつけていた。かつては、対戦相手の負傷箇所を非常なまでに痛めつける、ファイトスタイルから、氷の秋山、 キラー秋山等と呼ばれた団体トップでありながらた団体マットにも積極的に参加している。幼稚園児の頃、聖火から自転車で行ける海岸から埋め立て地にかかっていた大きな鉄橋のアーチに登って降りられなくなって会場警備員に見つかって親に怒られたことがある。小学生になっても友達を殴って母親と菓子折りを持って謝りに行き、 後で家の前にあった桜の木にくくりつけられるなど、やんちゃぶりは変わらなかった。小学生の頃から自衛隊の駐屯地で剣道を習い始め、勉強も割とやっていたと文武両道の幼少期を過ごした。プロレスは祖父が好きで一緒に大阪府立臨海スポーツセンターへ見に行っていた。時代的には1970年代後半であり、ジャンボ鶴田のファイトを見て面白かったという記憶があるが、 この頃はプロレスラーになろうとは全く考えていなかった。小学4年生頃までは顔を濡らすことさえも恐怖心を感じて頭を洗う時にシャンプーハットが必須であるほど水が苦手であったが、ある日おじに流れるプールに無理やり連れて行かれてプールに落とされた時に案外水は平気であると感じ、いつの間にかプールに入ることが大好きになった。中学時代は水泳部に所属。 高校に進学してからも水泳を続けようと思っていたが、高石高校は水泳が盛んではなかったため、レスリングを高校進学後から始めた。高校に進学したら柔道を行うつもりであったが、当時中学生だった友達3人と高石高校の柔道部の見学に行ったところ、なぜか顧問を務めていた。白石俊二が柔道部ではなくレスリング部の説明をしていた。 入学後も最初は柔道部に入っていたが、徐々にレスリングの練習をやるようになり、最終的にレスリング一本に絞った。これについては、本人は後に、多分レスリング部の部員が少なかったから、俺らを入れたかったんだろうね。特に重量級がいなくて、俺は出かかったからねと話している。週休二日で放課後練習のみの柔道部と異なり、修行前、昼休み、 放課後まで練習があり、休みは年3、4日しかないレスリング部で鍛えられた。フリースタイル 81kg 級でインターハイや国体に出場するなど、素質とセンスの高さを見せた。白石はまた、自身がプロレスラーになりたかったことから秋山に対してこと、あるごとにプロレス入りを進めるなどしていた。先週大学レスリング部時代は1年時に、 全日本学生選手権で準優勝を果たすほか、4年時にはレスリング部の首相も務めた。2年時には本田多聞、3年時には中西に敗北するなど、後のプロレスにつながる物語ができていた。1年生時は4年生の中西学ぶと同部屋だったが、秋山は後のインタビューで、俺の部屋は中西先輩がすごく優しく、気を使ってくれて部屋に居やすくしてくれたからよかった。 そんなに苦しさは感じなかったよね。中西先輩には世話になったよ。練習でもスパーリングパートナーだったし、俺は今でも中西先輩に対して一切悪い気持ちはないからね。大学生活で一年生の頃が一番楽しかったって言えるぐらいと語っている。大学四年になってもプロレス入りするという発想はなく、大阪にある会社から内定が出たため、そこでチームを作って、 社会人でもレスリングを続けようかと思っていた。バスの中で釣り皮にもたれかかり疲れてうながれる、サラリーマンの姿を見て自分はああなれないと悟り、プロレスラーとして生きることを決意した。全日本プロレス入団へのきっかけとなったのは、ジャイアントババ自らのスカウトによる。大学4年生時の7月のある日、突然、当時選手大のレスリング部ヘッドコーチを務めていた、松並健志郎に、 スーツを着て、赤坂のキャピトル東急ホテルに来いとだけ言われたとの、ことで、ホテルに、ババ夫妻がいることやスカウトの話であることは全く、秋山自身が、ジャンボツルダのファンだったこと、あまり裕福でなかったにもかかわらず自身を大学に、進学させてくれた親に、金銭的な面で楽をさせたいという思いもあり、ババ本人からのスカウトに感動して全日本プロレスへ、入団した。 秋山が全日本プロレスへ入団することを知った。仙台 OB の徴収力は、なんで、秋山スカウトしなかったんだと、同じく仙台 OB で当時新日本プロレスのスカウトも兼務していた、長谷博史に尋ね、すいません、就職すると、鈴木監督に聞いてましたと答えたところ、それはまともだ。くどき落とした、馬場さんがすごいと語っていた。入団当初から、 ジャンボ鶴田2世として期待され、在学中の1992年2月3日に、全日本プロレス入団会見に出席。他の格闘技からの転校組を除く、新人選手の会見が行われるのは、鶴田以来19年ぶりのことであった。入門してからの練習で一番、きつかったのは受け身であり、技を受けてはいけない競技であるレスリングの出身者であった秋山にとって、 何百本も受け身を取ることはダメージで息が詰まるほどの負担であった。1992年9月17日、高楽園ホールのセミファイナル小橋健太戦でデビュー。他の若手は地方でひっそりと初リングを踏むことがほとんどであった中、異例の工具であった。同年末の92世界最強タッグ決定リーグ戦には病気療養中の鶴田の大役として、 出場を果たす。1993年1月には、エース候補の登竜門である7番勝負も組まれ、確実にトップ選手への階段を駆け足で登っていったように見えたが、本人の中では2年目のスランプであった。ようやくできると感じるようになったのは1995年1月のアジアタックダッシュ前後であった。同期の大森隆尾や、 三沢光春とのタッグでタイトルを獲得し、また小橋とのタッグチーム、バーニングで活躍するなど、団体の看板レスラーの一人に成長する。王道プロレス時代の全日本において、プロレス4天皇と並ぶ五教と呼ばれた。プロレスリングノア時代2000年7月、全日本集団離脱から、プロレスリングノア遺跡。以前は、イメージカラーのブルーのショートタイツを身につけていたが、ノア遺跡後は、 白主体へと一新した。三沢や小橋のパートナーという位置づけから独立し、若手を率いて、スターンネスを結成。旗揚げ選手戦のメインで小橋とタンクを組み、一本目を三沢から、二本目を田上から取る。翌日のメインでの小橋とのシングルでも勝利を収める、快挙を見せるなど、以降は団体の中心選手として活躍。二千一年七月十七日。 日本武道館でミサを破り、GHC ヘビー級王座を獲得。念願のシングル王座初体感を果たし3度防衛。2002年9月には、斎藤明俊とのタッグで、GHC タッグ王座も獲得した。全日本時代とは異なり、他団体との交流戦にも積極的に出場。新日本プロレスの長田博士と団体の垣根を越えた信頼関係を築き、 2002年1月の新日本東京ドーム大会ではメインで GHC ヘビー戦を行い長谷に勝利した。2003年には新日本の G1 クライマックスに参戦し、決勝戦に進出するも天山弘吉に敗れた。2004年3月には団体の管理する正式ベルトの名称である GHC を模した白 GHC ベルトを創設した。 2005年10月には、レッスルマイナス1グランプリ2005に出場し、2回戦で、ボブサップとの対戦が実現するが敗れる。2006年1月22日、GHC ヘビー級選手権者、田アキ明を後頭部へのロージャンピングにで下し、3年9ヶ月ぶりに、GHC ヘビー級選手権者へ帰り咲いた。同年9月9日、挑戦者、丸藤聖堂に、 完璧首固めで敗れ、王座から陥落した。試合前に、菊池武史と負けたら、前座に戻ると約束していたため、翌月のシリーズでは6年3ヶ月ぶりに、青タイツで登場した。2008年7月、秋山は東京スポーツ市場で、力子武史が森島武史の保持する GHC ヘビー級選手権に挑戦する際、タッグパートナーの力子が勝てなければ、 坊主にすると公約してしまった。結果、緑港は、王座獲得に、失敗。8月のシリーズ開幕前に公約を守って、坊主頭にした。2009年3月、佐々木健介が保持していた、GHC ヘビー級王座に挑戦し、勝利。約2年半ぶりに3度目の王座に返り咲いた。翌月、塩崎剛と防衛戦を行い、勝利。また、5月17日には、 ケンタと初の GHC シングル王者同士の一騎打ちを行いガンソスターゲスラストアルファを解禁し勝利した6月14日ヘルニアのため同王座を返上以降の大会を欠場すると発表された同年12月23日の丸富士制プロデュース工業において橋誠戦でリングに復帰リストクラッチ式エクスプロイダーで勝利した橋は同年末付けで ノアとの契約が満了し、フリーとなっており、師匠である秋山からの花向けの指定対決となった。2010年3月から5月、ノア初のシングルリーグ戦となる、グローバルリーグ戦に出場。A ブロック1位となり、決勝戦で高山義弘とノアでは、初のシングル対決を行うが、エベレストジャーマンスープレックスホールドに敗れ、準優勝となった。 2011年春にチャンピオンカーニバルに出場。秋山にとって11年ぶりの全日の登場となった。また、ノアのグローバルタッグリーグで、斉藤明俊とタッグを組んで優勝する。9月の長田博司主催のブルージャスティス3、青木のメインタイトルマッチで、長田とタッグを組んで出場。試合中に長田と一緒に腕固めを仕掛けた際に、白目を向いて行い、観客を沸かせた。 10月23日、全日本両国大会にて、スワーマをスターネスダストアルファーで破り、全日本時代には獲得できなかった三冠ヘビー級王者となる。その後、生やしていた頭髪を剃り落とし、スキンヘッドとなった。12月、プロレス大賞資金賞を受賞する。2012年1月22日、斉藤とタッグを組んで新日本プロレスに流出した GHC ヘビー級。 タックベルトを奪還すべく、バッドインテンションズと対戦。これに勝利し、3冠と GHC タックの4冠王者となる。7月22日のノア初の両国、国技館大会では、ティネのマグナス、サモア城組の挑戦に敗北。斉藤明都氏と共に保持していた、GHC タックのベルトを流出させてしまう。3冠ベルトは、大森、武藤刑事。 太陽ケアの挑戦を尻け4度の防衛を果たしたが、8月26日、船木正勝に試合時間4分37秒で、敗れて手放した。12月、年内をもって、ノアとの専属契約満了対談が発表され、12月24日、有明大会を最後に対談した。2013年1月に決起集会を開き、小橋からバーニングを託され、塩崎剛し、 金丸義信、鈴木小太郎、青木厚氏を率いて再結成した。1月26日、全日本プロレス、2013新春シャイニングシリーズの最終戦に5人で来場し、参戦を発表した。4月には、チャンピオンカーニバルに優勝する。7月5日、秋山を含むバーニングのメンバー5名が、全日本プロレス入団を発表する。2014年6月6日、 新会社を設立し7月1日付で社長に就任すると発表された。その後新会社の社名がオールジャパンプロレスリング株式会社と決まり代表取締役社長に就任し7月1日より全日本の運営を引き受けた。2015年9月26日、明けぼのを破り王道トーナメント優勝を果たす。2016年5月4日、レッスルマイナス1高楽園。 ホール大会に来場。武藤刑事から8月11日のレッスルマイナス1、横浜文化体育館大会での対戦を要求され、受諾。2017年8月27日に、両国国技館で8人タッグマッチを行う。大森隆、を岩本孝氏、田中稔とのタッグで、上道リング、ゼウス、ボディガー、鈴木小太郎とのタッグと対戦。大森がアックスボンバーで、 ボディガーを仕留めて勝利。このカードについては、こったに感が否めないと言いつつ、だからこそ何か新しいものが生まれるかもしれないとの、期待もあった。しかし試合が始まると岩本が鈴木に喧嘩腰で向かい、試合が終わっても突っかかってくる岩本に対して、いいよ、差しでやってやる。受けるか受けないか、あのガキ次第だよ、と新たな火種が生まれた。2018年に入り、名優の大森。 前年にプロレス大賞新人賞を受賞した青柳と主力選手が次々に負傷欠場。これを受け一度は引退したチャンピオンカーニバル復帰を決意、自身のツイッターで約束破っていいですかと呟き、2年ぶりにチャンピオンカーニバルにエントリーされた。9月17日、後楽園ホールで開催された王道トーナメント1回戦で、ジェイクリーンに敗れた際に負傷。 左頭骨頚部骨折と診断され、21日以降のこのシーズンを欠場することが発表された。2019年7月8日付で社長職を退任。後任にオーナーとして携わってきた福田剛が新社長に就任した。秋山は取締役に泊まりつつも団体初のゼネラルマネージャーに就任し、現場に専念することとなった。 2020年1月16日のプロレス大賞受賞式の出席をもって、取締役、ゼネラルマネージャーを退任し、肩書きのない所属選手に戻ったことを明かしている。3月2日、WWE パフォーマンスセンターのゲストコーチとして、招聘されたことが発表された。期間は5月12日から22日まで。しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大により中止となった。 5月9日、DDT プロレスリングのゲストコーチに就任。6月27日、リングでの存在感、指導力を評価され、DDT 新宿フェイス大会において、年末までの予定で DDT にレンタル移籍することが正式発表された。大石真奈と渡瀬瑞希、岡谷秀樹とユニット、秋山軍結成。後に、ユニット名を順列とする。長年使い続けた。 シャドウエクスプロージョンを変えたとき、大会場に入る曲と発言していた。実際にこの2日後の10月8日に新日本プロレス、東京ドーム大会に出場している。2014年以降は、シャドウエクスプロージョンとスターネスを使い分けている。DDT にレンタル移籍後は、シャドウエクスプロージョンって一番気合入ってた時なんですよ。落ち着いてきてスターネスに変えたけど、 シャドウエクスプロージョンって一番カッカカッカ前に出ていた曲なんで、じゃあ、それで行こうと。という理由で、シャドウエクスプロージョンを使用している。エクスプロイダー相手と向かい合い、右手を左肩口へ回し左手を右太ももの外から股に差し入れ後方へ反り投げる変形の裏投げ。素早く仕掛けられるため走り込んでくる相手へのカウンター技としても用いることができ。 また角度を調節することも可能な、使い勝手の良い技である。受け身の天才である、三沢光春をして、秋山のスープレックスは通常とは違い横向きに、投げられるので受け身が取りづらい。はっきり言って厄介だよと言わしめたほど。初期は、右手の添え先が、相手の右肩になるなど投げ方が安定せず、三沢のコメント通り相手の体が横向きになることが、 多かったが、徐々に改良され、現在のように縦に投げるようになった。バリエーションとして、断崖式、だれ式が存在するが、危険すぎるため一時期封印していた。また、断崖式が出されたのは2004年東京ドームにおける、小橋戦、2007年武道館でのモハメドヨネ戦の2回。ただし小橋には、コーナートップからの断崖式という危険なシチュエーションで、繰り出している。 新日本プロレスの飯塚隆がヒールター前に得意としていたブリザードスープレックスとはロックの仕方が左右逆。雑誌のインタビューでは左手を相手太もものどこへ添えるかで角度を調整していると話している。リストクラッチエクスプロイダー股下を通した左手で相手の左腕をつかみ受け身が取れない状態で後方に反り投げる。相手の股下を通した リストクラッチにすることで、相手は急角度のフロントスープレックスのような角度で、脳天から後頭部を前に突っ込む、要鋭角的に叩きつけられるため、技の威力が非常に高い。以前までなら、この技が決まれば、試合は、おしまいとなっていたが、最近では、カバーに入る際に、肩エビ固めではなく体固めの体勢で抑え込むため、キックアウトする相手も出てきているで抑え込んでいたため、 返されることは解無だった。変形リストクラッチエクスプロイダーリストクラッチしてのフィッシャーマンズスープレックス。口述のスターネスダストガンマと似た技であるが、垂直落下式のバスターではなく、自身もブリッジで反り返るスープレックス系の技であるという点で異なる。2007年1月塩崎号に対して初めて繰り出し、その後もたびたび使用されている。 スターネスダストアルファーリーストクラッチしてのフィッシャーマンズバスター。シガが長期欠場する一員となった技である。このことを秋山は非常に後悔しており半封印状態となっていた時期もあった。変形、スターネスダストアルファースターネスダストアルファーの形で持ち上げ開脚して尻餅をつきながら道のくドライバー2のように相手を垂直に落とす。 初出は2009年3月の GHC ヘビー級選手権。近年の王座戦はこの技で決めることが多く、一度もキックアウトされたことがない。スターネスダストガンマアルファーと同じくリストクラッチフィッシャーマンズバスター。アルファーはリストクラッチバーニングハンマーに似た落とし方だが、この技はクラッチだけはリストクラッチで普通のフィッシャーマンズバスターの落とし方で落とす。 最近はこの落とし方が多いが、この技を実際に使ったのは一度だけで、試合結果には、スターネスダストアルファーと表示されている。フロントネックロック完全に極まると逃げ出すことがほぼ、不可能である。相手のスタミナを削ぐ、つなぎ技としても使われる。三沢によると、打開する方法はないとのことだが、小橋と中西学が共に力属で返したことがある。 小橋は両腕で踏ん張って首を抜くことができたが、これは秋山が小橋の右腕をクラッチできないまま技へ移行したためである。一方、中西は技が完全に決まった状態から秋山の体を持ち上げて立ち上がり、秋山を後方に投げ捨てた。スタンディングの状態で繰り出すこともある。ジャンピングーバット相手に走り込んで、飛び膝を相手の顔面、首筋に当てる技。 これを出した際に、当時の日本テレビ実況アナウンサーの若林賢治が、ジャンボ、鶴田直伝、と叫ぶのはお約束と化していた。秋山もそれを誇りにしており、一番思い入れのある技は何ですかという雑誌のインタビューに、自身のオリジナル技ではなく、ジャンピングに位を選んでいる。なお、上半身をまっすぐに縦垂直に飛び上がり膝から、すね付近を、 面で当てる鶴田のそれと比べると、胸を反らし腰から下を前方に突き出し膝頭を、点で当てる。低空式で放ったり、後頭部へも放つことがある。ランニング2バット相手に走り込んでジャンプせず、そのまま膝を相手の顔面と首筋に当てる。ハーフダウン状態の相手によく放ち、連発型で使うことや仕掛ける前に膝当てをずらして、むき出しの膝を当てることも多い。 エルボーエルボースタンプ逆水平チョップチョップスマッシュ、張り手ドロップキックフロントハイキック通常、カウンター等を使用、ニーリフト通常、カウンター、ランニング式を使用、ラリアットエンズイギリ、エルボードロップニードロップブルーサンダー背後から抱えて、ジャンピングパワーボムの形で落とす。全日本時代初期のフィニッシュホールドで、当時の秋山のコスチュームのカラーから名付けられた。その後、橋誠が、 ゴリサンダーの名称で受け継いだ。ドラゴンスクリュー相手の足を捉えて回転し、膝にダメージを与える技。過去にはエプロンから断崖式で放ったこともある。ゴッチ式、パイルドライバー全日本時代に多用していた技。通常のゴッチ式と違い、相手の顔が自分の方を向いた形で繰り出すのが特徴。ノーザンライトスープレックスホールド先代の先輩でも、あるハセが開発した。 変形のフロントスープレックス。串刺しエルボーからのロコモーション式で放つパターンも多い。新人時代、エクスプロイダーを決め技にするまでの期間にフィニッシュ義としていた。最近はあまり使用しない。DDT ダブルアーム DDT、秋山ひとしは1990年代後半頃、インプラント DDT のように持ち上げて垂直に落とす形で使用した。ブレーンバスター垂直落下式。 ブレインバスターなだれ式、ブレインバスタージャーマンスープレックスバックドロップ、長田ロック2新日本プロレスの長田博士が得意技とするグラウンド支給で極め顔面締め、2001年10月8日の新日本東京ドーム大会において長田とタッグ結成が決定した際、合同公開練習中に長田から直接伝授。秋山は代わりに、 自らの必殺技エクスプロイダーのコツを長田に教授した。ネックアームブリッジ別名、橋いじめ、橋殺し。相手の片腕を取り手この応用で、相手の首を絞り上げる。佐々木健介が使うストラングホールドアルファーと同種のダメージを与える技だが、ネックアームブリッジの場合は技をかけている側は、腕ひしに逆十字固めのような仰向け状態である。 タラバガニロックフロントネックロックの発展形。まず足を監獄固めで捉えてからフロントスリーパーに移行する。足の自由が奪われるためフロントネックロック以上に身動きが取れない。なお、名前の由来は小橋の秘密特訓にかけられたものである。全日本プロレスプロレスリングのアディ・ディ・ティプ・プロレスリングプロレス対象ジャイアントババとの関係新人の頃。 ババにシャツの裾が出ていることを注意され、一度裾をおズボンに入れるがすぐに、ババさん、やっぱりこっちの方が良いですと言ってまた裾を外へ出した。全日本において絶対的存在であったババへ、口答えした秋山を見て、他の選手は慌てふためいたものの、こいつは大物になると感じたババは、最近の若者はよくわからんと言いながら笑って許した。 秋山を正当派のベビーフェイスに育てたかった馬場は、ストンピングのような下品なことはするなと指導したが、秋山は試合中に使っていた。小橋健太との関係なり物入りで入団した、秋山も、新弟子時代は厳しすぎる、練習の日々と、先輩からの嫉妬の目で心身とも参っていた。その時、何かあったら、俺が相談に乗るよと言ってくれたのが他ならぬ、小橋である。 人生で一番辛い時期を助けてくれた小橋との歴史はここから始まる。小橋相手のデビュー戦は何もできなかったと後に実回しており、完全に小橋に引っ張ってもらった試合であったと語る。数年後、その小橋とバーニングを結成し、三沢、小川義成組のアンタッチャブル、川田敏明、田上組の正規軍、そして鉱山、大森組の ノーフィアーと激戦を繰り広げ、世界卓ッ王者のベルトも巻いた。しかし、2000年2月に下国城を掲げて、半旗を翻し、ノアの旗揚げ戦、有明決戦と経て、現在は最大のライバル関係となっている。小橋さんがいるからノアは最高や、僕がノアを辞めるときは小橋さんが辞めるとき、そして三沢光春を破って、初めて GHC を体感したときに、 小切り脱中だった小橋のために小橋さんが戻ってくるまで巻いている等の発言からわかるように秋山は心から小橋を尊敬しており秋山のプロレス人生には常に小橋が存在していた二度目の GHC をダッシュした時もベルトを腰に巻かなかった理由として小橋さんに勝つまでは巻かないと秋山の中ではたとえベルトを持っていたとしても最強の人は小橋であると考えている 川田俊明との関係川田はあまり好きではなかったと公言しており、全日本時代、川田さんのことは本当に嫌いだった。でも、自分がプロレスラーとして強くなれたのは川田さんに叩きのめされ続けてきたからと多くのインタビューで語っている。なお、第四天皇シングル戦では唯一川田にだけ未勝利であるため、川田に勝つことができれば四天皇越えが達成される。 その件について、プロレス誌に、四天王で唯一シングルで勝ってない選手がいますがと質問されて、わかりますよ。川田さんでしょと即答している。大森高尾との関係大森は、同い年でデビューも1ヶ月違いと、唯一の同期と呼べる存在である。大森とのコンビで、アジアタック王座12回連続防衛の記録を、残すが、秋山は同期とのタッグであり、 先輩が試合の組み立て方を教えてくれるわけではない。中で自分たちでやらないといけないという意識が芽生えたが、一方で世界タックの王者組であった時よりもタックとして確立した印象があると大森は後に答えている。早くからトップグループに入った秋山に対し大森はなかなか芽が出なかった。その後大森は高山義弘とのタックノーフィアーでブレイクし、 シングルでも2000年のチャンピオンカーニバルにてわずか7秒で秋山を下す。しかし2003年に大森がノアを飛び出す形で対談。秋山は直後の試合でアックスボンバーを出すと腐れアックスボンバーと絶叫し怒りをあらわにしていた。その後右予曲折を経て大森は全日本プロレスに再入団。2012年にはノア所属の三冠王者。 秋山に全日所属の大森が挑戦するタイトルマッチ。さらに翌年には秋山も全日に再入団。ゲットワイルドでサイドブレイクを果たしながらも、ソヤ学の対談によりパートナー不在となっていた大森に救いの手を差し伸べワイルドバーニングを結成。世界タッ王座の獲得や2014年世界最強タッ決定リーグ戦での優勝を果たす。全日再入団後は 大森を立てる発言も残すなど、関係も円満になった。ケンタとの関係尊敬する小橋をめぐって、ケンタとは、県縁の中であり、試合でタックを組むことはない上、対抗戦となるとケンタは、感情を剥き出しにして、秋山に攻めかかり、秋山も冷徹非常に、ケンタを痛めつける。ケンタは、秋山のことを、秋山氏、白パンと呼ぶほど、両者の溝は大きいが、秋山自身は、 雑誌インタビューで、丸藤聖堂とケンタは、どちらが将来性があるかと尋ねられた際、体を張って頑張っているのだからケンタの方が、将来性があると認めており、GHC 防衛戦の際も、ジュニアが体張って頑張っているのだからと認める発言を、最近は繰り返している。普段は冷静沈着な試合運びを見せるが、ビッグマッチでは、短期決戦に終わった試合や、 一瞬の隙を突かれて破れた試合が幾度かある。ありがとうございます。